その日の夕方、何やら店内がいつもと違う様子です。これをこう見てさ、そうそうそう、ここがともかくまっすぐになって、何をしているかというと、実は勤さんと秀夫さんが1年前から計画していた手稲作り教室を開催したんです。あのね、星川さんね、ご常連の星川さんも苦戦中です。ゆかにこうちょっと笑ってみて、エクボ作って、エクボでそのままちょっとこう唇を閉じて、これテンパーでやっ , 笑ってるから皆さんに説明する時の声でしか聞こえてないんだけど、お、生き生きしてるないい姿を久しぶりに見たなって。でもやっぱり演奏してる時もやっぱり素敵ですけどね、演奏してる時とこういう時やっぱりすごく生き生きしていていいなって思いますね。それはごちそうさまでした。でも美佐子さん、見ているだけじゃなくて自分もね、楽しまないと。そうだ、待ちに待った楽しみが間もなくやってくるんでしょ。3週間後、北軽井沢に本格的な春がやってきました。本日はパンカーラの定休日。山歩きが大好きな美佐子さんのガイドで春の散策に出かけたんです。4人がやってきたのは町の外れにある静かな谷川。美佐子さんが見つけたこの場所は4人だけの秘密の場所なんですって。去年ほら、こう真っ白い花咲いてた。美佐子さん張り切ってます。これがわさび。わさび、お、わさび踏んでるよ。あー、踏んじゃった。今年はまだかなと思ったんだけども、出てるね。出てるね、うん、あと1週間もすればまたすごく増えるから、うん、そうだね。そしたらちょっとね、ちょっとだけ編集会、ちょっとだけよ。見つけたのはセリ。そしてこの土地に自生するわさびの葉。天然物はピリッとしたわさび特有の香りが強く癖になるそうです。あー、食べちゃった。うん、噛むとすごい香る。あー、辛辛辛辛。あー、カレー今頃来た。辛いよね。じわってくるんだよこれ。さあ、見つけてきたこの春たちを和食と洋食どっちで食べましょう。天然わさびの葉っぱは洋風にパスタで、こちらはセリとわさびの葉の天ぷら。ねえ、和と洋どっちも作ったんですね。去年はちょっとやっぱこれはやっぱり香りもんだよ。おいしい。この日、美智子さんと美佐子さん、もうすぐ行われる1周年記念イベントのためにあるプレゼントを用意しました。何だと思う？俺はね、旺盛だからつまみ。つまみ。おプレゼントはペルーの布を使った手作りのフォルクローレの衣装です。やりますね、お二人。綺麗綺麗して、なかなかいいじゃないですか。変わりでまたね、来年もね、羽ばたいたりしてね。レパートリー増やそうですね。レパートリーやばいな、ありますんだ、ちょっとね。ライフスタイルが対照的な2組の夫婦が一緒に暮らすなんて誰もが心配しました。でも皆さんはやってのけました。個性を尊重し、言いたいことは言い、協力し合う。すると楽しみが4倍どころか5倍6倍と大きくなっていくことに気づいたんです。これって夫婦2人の間でも同じです。夫婦喧嘩したら思い出してください、この4人のことを。さあ、楽園通信、今日のご紹介はどこカーラ？はい、もちろんパンカーラです。はい、春の北軽井沢を散策してお腹が空いたら、今村さん伊藤さんご夫婦のお店へ。新作わさびの葉のペペロンチーノは春の限定メニューです。もちろん楽しみはご主人2人のフォルクローレの演奏。運が良ければ一緒に演奏することができるかもしれませんよ。この番組はドライブ・ユア・ドリームズ、
トヨタ自動車の提供でお送りしました。次回は島民34人、瀬戸内海に浮かぶ小さな島に移住したご夫婦のお話。何にもない島だけど、そこがまたいいところなんです。